ダイ・ハードには、1990年のアメリカ映画、ヒット作、ダイ・ハードの続編である、超高層ビルでの活躍を描いた前作から舞台を空港に移し、再び刑事ジョン・マクレーンの活躍を描いたアクション映画。当初は一作目に続いて、ジョン・マクティアナンが監督する予定であったが、レッド・オクトーバーを終え、の撮影の最中であり、スケジュールの調整がつかなかったために、 レニー・ハーディンが監督を務めている。脚本の原作は、ウォルター・ウェイジャーによる小説、ケネディ空港着陸不能。映画では、主人公を、マローン・ケ部ブからジョン・マクレイに、舞台となる、ケネディ空港を、ダレス空港に変更するなど大きく脚色している。なお、映画第一作の原作となったのは、ロデリック・ソープの小説、ダイ・ハードだが、この二つの小説に関連性は、 全くない。また、1987年刊行の58ミニッツは、翌1988年に、放題、ケネディ空港を着陸不能として、日本国内でも出版され、1990年には映画の公開に合わせて、ダイハード2に改題されて、新装版が出版された。空から見た、ダレス国際空港前作、 中富ビルのテロ事件からちょうど1年後のクリスマス。ジョン・マクレーンは妻のホリーを迎えに雪の降るワシントンダレス国際空港にやってきた。空港警察から駐車違反ギップを切られるハプニングの後、マクレーンは怪しい男2人組を見つけたため刑事の癖で後を追い、空港内の荷物室へ侵入した2人に職務質問したところ銃撃戦に発展する。 やっとのことで一人を倒すが、もう一人には逃げられてしまう。男たちの装備からただ事とではないと考え、直ちに現場を封鎖して、捜査を開始すべきと進言した、マクレーンだったが、空港を管轄する、空港警察のロレンゾ所長は、ただの物取りの犯行として、相手にせず、むしろ一年で一番、忙しい日に、泥棒相手に銃撃戦をやったマクレーンを罵倒する。 納得がいかないマックレーンは男たちの正体を探るためロスにいる親友の警官パウエルに死んだ男の指紋情報を送って紹介してもらう。その結果、先ほど目の前で死んだ男は2年前にホンジュラスで航空機事故により死んだとされていた元アメリカ陸軍軍曹と判明する。マックレーンは話にならないロレンゾ所長を無視して完成塔に乗り込むと 知り得た情報をもとに管制部長のトルドーにことの次第を話す。だがその時突然、滑走路の着陸誘導灯が消え、軽機着陸誘導装置も作動不能に陥り、上空の旅客機が着陸できなくなってしまう。事件を起こしたのは、元アメリカ陸軍特殊部隊軍のスチュアート大佐と同じく軍人だった彼の部下ちであり、その目的は、まもなく護送されてくる南アメリカ。 バルベルデの麻薬をエスペランザ将軍の奪還だった。空港の管制システムを乗っ取ったスチュアートは自分たちの目的を明かすとともにトルドーに余計なことをしないよう警告する。トルドーはコードレットを政府に連絡するとともに管制機能を復旧させるべく主任エンジニアのバーンズとスワットを建設中の新管制等へ向かわせ管制機能の回復を試みる。しかし、 新幹線等へ通じる通路には作業員に変装したテロリストらが待ち受けていた。一方、空港用務員から新幹線等への経路を聞き出したマクレーンだったが、時すでに遅い。ようやく合流したマクレーンの活躍で敵も全滅するものの、結局新幹線等は爆破され機能回復は失敗する。スチュアート大佐は警告に従わなかった上に部下が死んだ報復として、 残り燃料がわずかであった英国旅客機ウィンザー114便に、偽の完成指示と誤った ILS 情報を与えて墜落させ、200人余りの乗客乗員全員死亡という惨事を引き起こす。その上、まだ多数の航空機が上空を旋回しており、その中にはホリーが乗るノースイースト140便もあった。やがて政府からの支援として、グラント少佐率いる、 陸軍隊テロ特殊部隊が到着し、トルドーの警察を確なめるとともに、スチュアート対策に取り組み出す。かつての教え子でもあるスチュアートのやり方を知るグラントは、あえて消極策をとって、エスペランザ将軍の着陸を許し、彼らが要求した航空機で高飛びする際に、一網打尽にするという、作戦に不満のマクレーンは、単独行動を取ると着陸直後の将軍の誤送機に、 接近し、彼の身柄を抑える。が、直後に、将軍の確保に現れた、スチュアートらと交戦状態になり、結局、将軍には逃げられ、マクレーンも毎一発で危機を脱する。再度のマクレーンの単独行動に、ロレンゾ所長が激怒するが、クラントはむしろ、マクレーンの勇気を称え、ロレンゾを批判する。ピーコン無線を使うことで、テロリストらを出し抜いて、 上空の航空機と連絡を取ることに成功した空港側は完成が乗っ取られたことを伝えメンフィスやアトランタ等近隣の空港へ向かうことなどの指示を行う。しかしノースイースト140便など残り燃料が少なく他の空港へ行けない航空機もまだ相当数残るなど完全な解決に至らない。バーンズの助言により近くの住宅地がテロリストの拠点となっている。 可能性が高いことを突き止め、マクレーンはバーンズを伴って現地へ向かう。テロリストがアジトを設けた教会の外で見張りを仕留めた、マクレーンの元へ、バーンズからの連絡を受けたグラントの部隊も合流し、激しい銃撃戦が始まる。スチュアートラが教会の裏手からスノーモービルで逃げ出したことを察知したマクレーンは、一味からスノーモービルの一台とサブマシンガンを奪って、 追跡するが、なぜかこちらの銃撃は効かず、一方的に迎え撃たれ、またもやま一発で助かる。一方スチュアートラはそのまま空港敷地内へ入り、準備ができた逃走用のボーイング747回貨物機へと向かい、グラントラの部隊も彼らを拘束するべく同じ航空機へ向かう。一味から奪ったサブマシンガンのマガジンには空砲が装填されていたことに気づき、 すべてが茶番であると悟ったマクレーンは、満身創痍になりながら、なんとか空港に帰り着き、空港警察に乗り込む。そして、ロレンゾ所長に、スチュアート一味と、グラントラが空港で撃ち合っていたことを示し、はじめからグラントが、スチュアートの共謀者であったことを明らかにする。事態を把握し激怒したロレンゾは、空港警察全体に出動命令を下すと、マクレーンに協力し、 貨物機の格納庫へと急行しようとする。しかし、ロレンゾの警察部隊は、クリスマスの混雑とウィンザー114便の墜落、さらには、ノースイースト140便内部からの情報漏洩で、パニック状態に陥った群衆と雑踏により、組織立って行動できず、またもや、マクレーンカズトが敵地に乗り込むこととなる。マクレーンは特ネを探していた地元のテレビクルーに依頼し、 報道ヘリコプターで滑走路へと運んでもらう。スチュアートやグラント、エスペランザたちを乗せ、すでに滑走路を動き始めた、貨物機の主翼に飛び移ったマクレーンは、補助翼の稼働部に服を挟んで、操作不能にする。マクレーンに気づいたスチュアートとグラントは、彼を振り落とすべく同じく主翼に振り、格闘戦が始まる。 グラントを倒すことには成功するも、軍隊格闘の達人であるスチュアートには、歯が立たないマクレーンは逆に翼から落とされ、スチュアートは布を取り除くと操縦席へ戻る。だがマクレーンは落とされる時に、エンジンの燃料バルブを開けており、バルブからは、航空燃料が漏れ出ていた。マクレーンは悪態をつきながらも、漏れ出た燃料に、ライターで火をつけると、炎が導火線のように燃料を伝い、 航空機は飛び立つ瞬間に爆発する。航空機爆発の残り火が着陸誘導灯の代わりとなり、上空に残っていた航空機が続々と着陸、無事に全機助かる。マクレーンはホリーと無事を確かめて抱き合い、駐車違反を取り消したロレンゾが見送る中、用務員が運転するカートで現場を後にする。ジョン・マクレーンブルース・ウィリス・ロサンゼルス市警察の刑事。 前作の中富ビルのテロ事件の活躍により、中富ビルの英雄としても知られている。妻のホリーを迎えるために、ダレス国際空港にやってくるが、早々に自家用車が駐車違反でレッカー移動され、さらには1年前と同様に孤立無援の状態でテロ事件に巻き込まれる不運に見舞われる。カーマイン・ロレンゾ・エン、デニス・フランツ空港警察の所長。よそ者のマクレーンに、 自分の空港を嗅ぎ回られたことで反目し、最初のマクレーンの忠告を無視するなどの彼を邪険に扱い、さらには起こす行動がすべてテロリストの予見通りで、不要に損害を重ねる結果を招いてしまう。グラントの裏切り発覚後はマクレーンに協力し、ラストシーンではクリスマスプレゼントとして、マクレーンの駐車違反ギップを破いて無効にし、マクレーン夫妻を笑顔で見送った。トルド園。 フレッド・トンプソン空港の管制部長。現場の最高責任者として、テロの解決及び空港機能の奪還に奔走し、さらには、ロレンゾーを黙らせた上で、マクレーンの忠告を聞く。レスリー・バーンズ・エン、アート・エヴァンス空港のチーフエンジニア。管制機能に精通しており、新管制塔の軌道やビーコン無線による航空機との更新などを思いつくが、 新幹政党の起動の際にテロリストに襲われたところをマクレーンに助けられ、以降は恩返しのために彼に協力する。その後、スチュワートラのアジトを突き止める活躍を見せる。マービン園ン、トムバウアー空港の施設管理人。長年勤務した経験から空港の構造に精通しており、マクレーンに近道などを教えてサポートするが、中盤では、 テロリストのスクランブルが解除されたトランシーバーを荷物室で見つける。終盤では一国を争う中でマクレーンを所長室へ運ぶなどの活躍をする。ビト・ロレンゾ・エン、ロバート・コスタンゾ空港警察の制服警官。空港の緊急車両用スペースに駐車したマクレーンの車をレッカー・イートをさせる。終盤ではカーマインの弟であることが判明する。グラント・エン。 ジョン・エイモスアメリカ陸軍のテロ対策特殊部隊の隊長だが、実はスチュアートの協力者である。部下からの信頼は厚く、マクレーンとも打ち解けている。スチュアートの教官を務めていたという経歴もあって、彼をよく知る適任者として、テロ発生後の空港に派遣され、ウィンザー114便を墜落させる報復が起こった。あとは、スチュアートの危険性をよく知っていると述べるが、同時に、 空港の近くのアジトを吸収して、一網打尽にするという策を計画する。その後、部下ともども芝居を打って、スチュアートたちの逃亡の手助けを行い、銃撃戦の最中に、スチュアートの脱出を許したというふりをして、彼を逃がす。最終盤では、スチュアートの協力者であることをマクレーンに見抜かれ、後に逃亡用の飛行機の主翼の上で、マクレーンと格闘戦を行うが、最後は、 翼から転落したことで、ジェットエンジンの吸入口に吸い込まれて死亡した。テルフォード園、パッドオニール事件前日にたまたまグラント隊の臨時隊員になった若い兵士。通信不能になった飛行機との接触を試みるが、最後までグラントらの企みを知らされておらず、終盤では内通を露呈したグラントに会話の途中で喉をかき切られて死亡する。二等軍草園。 ジェイソン・ロス・アジキウェイ・グラント隊の黒人兵士。荷物室にあった盗聴器を発見する。ホリー・マクレーンエン・ボニー・ベゲリア・ジョン・マクレーンの妻で、ロサンゼルスにある中富商事で働くキャリアウーマン。クリスマス休暇に家族のいるワシントン DC に向かうが、テロリストによる事件に巻き込まれ、不幸なことに同じ飛行機には1年前の事件で怒りを買った。 レポーターのソーンバーグが乗っており、へきさせられる。その後、空港がパニックに陥った際はそれを起こした、超本人がソーンバーグであることを知り激怒。隣の席の老婦人が手荷物に入れていたスタンガンを使って彼を気絶させた。リチャード・ソーンバーグエン・ウィリアム・アザートン前作にも登場していた、WZDC の TV レポーター。 エコノミークラスのシートに座らされたことに不満を持ち、着陸30分前に、ファーストクラスを取ったと吹聴したり、食事だけでもファーストクラスものにしろと難癖をつけたり、するなどのその自己中心ぶりは変わっていない。前作の中富ビル事件後に、ホリーからオーダーを受けたことを理由に裁判所に、彼女に対する接近禁止命令を申し立てたために、半径50メートル以内に近づくことは互いに、 禁止されているが、飛行機内で再び、ホリーと出会い、客室乗務員になぜ彼女の近くに座らせるのかと文句を言ったが、逆に自らの出版した本の嫌味を言われた。自らの理念である、イエロージャーナリズムに基づいて行動する傾向は1年前より、全く変わっておらず、仲間の無線等長期から空港で起きている事件のことを知り、機内電話からテレビのニュースで、 戦場的な報道を行って、空港をパニックに陥れるが、それに激怒したホリーにスタンガンを当てられて気絶した。その後は、意識を取り戻し、直後に、航海の念に駆られて半ばパニック状態になり、着陸後は、ホリーの隣に座っていた老婦人に助けを求めるが、逆に罵倒され、踏みつけられた。ウィンザー114便の貴重縁コルムミーニーウィンザー114便を、 操縦していた機長。空港と音信不通になった後は、やむを得ずに空港の上空を旋回していたが、燃料が突きかけている中で突然通信が回復した、着陸指示に言われるがまま従い、最後は偽の行動を信じたために墜落炎上して死亡した。スチュアート・エン・ウィリアム・サドラーテロリストのリーダーで、元アメリカ陸軍特殊部隊所属の大佐。指揮官としても、 個人としても優秀だが警告を無視した空港側に対して実際にウィンザー114便を墜落させて大量の人間を殺害するなどの目的のためならば冷徹冷酷に行動を起こす。反響主義者として東側との対立が激しかった時代に協力関係にあったエスペランザの奪還を目論んでおりその過程でマクレーンには部下達を殺害された上に たびたび計画を狂わされて、逃げようのまされたために苛立ちを見せるが、結果的には、計画通りにことが運び、そのまま逃走しようとしたところで、サイドマクレーンの邪魔が入る。その後、軍隊格闘の達人として、マクレーンを圧倒し、逃亡用の飛行機から落とすことに成功したが、最後は、彼が燃料バルブを開けたことには気づかずに飛行機を爆破されて爆死する。 ラモニ・スペランザエン、フランコネロ南米の国バルベルデの独裁者で、麻薬王。国の内外に強心的な支持者を持ち、将軍と継承で呼ばれている。また、強力な反共主義者としてかつては、アメリカ国務省からの援助を受けており、スチュワートラアメリカ陸軍とも交友関係を築いていたが、自身もパイロットとしての経験もあり、実際に強奪した。 輸送機や逃亡用の大型飛行機を操縦している。時勢の変化によって麻薬王としてアメリカに拘束され、そのままアメリカ国内で追出されることとなるが、護送中に一瞬の隙をついて乗員を殺害し、さらには輸送機を乗っ取って空港へ降り立つ。その後、マクレーンに襲撃され、それでもスチュワートの助けで危機を脱するが、 その際に腕を負傷し、仲間であるバークの手当てを受ける。その後は逃亡用の飛行機の操縦を担当し、スチュアートや彼の仲間たちを乗せて一度は離陸したが、最後は、マクレーンの起点によって、飛行機を爆破されて、スチュアートや彼の仲間たちと共に爆死する。ガーバーエン、ドンハーベースチュアートの右腕的存在であるテロリスト。常に冷静沈着で、部下に命令を下して、 作戦を実行している。バーにいたマクレーンに、挙動不振から疑いの目を向けられ、後にスノーモービルで逃走しようとしたところを、マクレーンに射殺された。オズボーン・コクラン・エン、ジョン・コステロー・スチュアートの仲間であるテロリスト。空港内のバーで待機し、直後にミラーと共に、手荷物室で盗聴機を仕掛けていたところをマクレーンに、見つかって、 戦闘となるが、死闘の末にベルトコンベアに挟まれて死亡する。ミラー・エンボンディ・カーティス・ホール・スチュアートの仲間である、黒人のテロリスト。オズボンと共に、手荷物室で盗聴器を仕掛けていたところをマクレーンに、見つかり、彼と殴り合った末にヘアスプレーを目に噴射されたことで、逃亡するが、逃亡した後は、作戦の不手際をスチュアートから叱責される。その後、 スチュアートと共に作戦を進めていき、スチュアートや他の仲間たち、エスペランザと共に逃亡用の飛行機に乗り込むことには成功したが、最後はマクレーンの起点により飛行機を爆破されて、スチュアートや他の仲間たち、エスペランザと共に爆死した。ベーカー、エン、トニーがニオススチュアートの仲間であるテロリスト、電力会社の人間に化けて、教会の管理人と接触し、すぐに、 彼を撃ち殺して、教会を乗っ取る。その後、アジトの周囲を見張り、やってきたマクレーンに襲いかかるが、つららで左目を潰されて死亡する。トンプソン園、ピーター・ネルソン・スチュアートの仲間であるテロリスト。そばという無線のコードネームを持っている。ベーカーと共に教会を乗っ取って、店を開くが、その過程で、スチュアートの命令で、偽のコード設定をする。その後、 エスペランザを捕らえたマクレーンをスチュワートと共に銃撃するがすぐに射殺された。オライリーエン、ロバート・パトリック・スチュワートの仲間であるテロリスト。別館チームとしてペンキアに化けて潜入しており、その際に動く歩道のスイッチを止めたためにスワットリーダーに怒られる。その後、スワット隊員を相当した後はエンジニアであるバーンズにグロック銃を向けて、 殺そうとするが、直後にやってきたマクレーンに射殺される。シェルドンエン、マイケル・カニンガム・スチュアートの仲間であるテロリスト。ペンキ塗りの足場から、H、H&KMP5K を、スワットやマクレーンめがけて撃ちまくるが、足場を揺さぶられて落下し、そのまま倒れてきた足場に押し潰された。ショックリーエン、マーク・ブーン・ジュニア、スチュアートの仲間であるテロリスト。 空港の別館で作業員に変装して、スワットを待ち伏せていたが、最後はやってきたスワットと壮絶な打ち合いの末に死亡する。マルキー・エン、ケンボール・ドウィン・スチュアートの仲間であるテロリスト。所持する銃が不良品なのか手入れが行き届いてないのか、よく動作不良を起こしている。落ちている銃をマクレーンと奪い合いになった末に、射殺された。バーク・エン。 ジョン・レグイザもスチュアートの仲間であるテロリスト。敗戦を完了させた教会で待機し、将軍の乗った飛行機が来る方角を地図で、スチュアートに知らせたり、マクレーンに撃たれたエスペランザの傷の手当ても担当した。その後、スノーモービルで逃走するもマクレーンに射殺された。カーン・エン・トム・ベリカ・スチュアートの仲間であるテロリスト。最初は、教会で待機し、 後に空港に降りたエスペランザを迎えに来るが、その際に現れたマクレーンに対してマシンガンを放ち、さらには彼を軍用機のコックピットに閉じ込める。その後、スチュアートや他の仲間たち、エスペランザと共に逃亡用の飛行機に乗り込むことには成功したが、最後はマクレーンの起点により飛行機を爆破されて、スチュアートや他の仲間たち、エスペランザと共に爆死した。アルパウエル園エ。 レジナルド・ベル・ジョンソン・ロサンゼルス市警察の警部補。相変わらず、トゥインキーが好物である。また、前作では、パトカー勤務だったが、本作では、個室オフィスを与えられている。ロスでの事件以来は、マクレーンと親しくなり、今回も、マクレーンからの依頼で、彼が殺したオズボーン・コクランの身元紹介をして、助ける。ロリンズ・エン、チャールズ・ラニアー司法省から派遣された役人。 管理人園ビルスマイリー空港と隣接する、教会の老管理人。電力会社の人間に噴したテロリストのベーカーに、射殺される。サマンサコールマニエン、シーラマッカー CWNTW ニュースの TB リポーター。映画の設定では、空港はワシントンダレス国際空港であるが、実際の撮影は別の空港で行われた。マクレーンがコートの雪を払いながら、 ターミナル内に入ると大きなクリスマスツリーが飾ってあり、ターミナル内の登場手続きカウンター付近のシーン、公衆電話のシーンなどはロサンゼルス国際空港のトム・ブラッドレー国際線ターミナルで撮影された。電話はパシフィック・ベル社のものであるが、当時これは西海岸の電話会社であり、バージニア州には存在しなかった。前述のマックレーンが公衆電話の場所を訪ねるシーンで、 バックにブリティッシュエアウェイズの手続きカウンターが映っている。また、管制等の機能が乗っ取られ空港ターミナル内の到着案内表示板が延着の表示に変更され、ターミナル内が騒然とするシーンでは、トラベラーズエイドオフィス等の施設の入ったロサンゼルス国際空港で象徴的な戦場になった建物が映っている。ターミナル内は前述の通り、 ロサンゼルス国際空港が使用されたが、ターミナルの外のシーンは、また別の空港で行われた。ターミナル玄関前で、マクレーンの車がレッカー車で移動されるシーンや、スチュアートがホテルで体を鍛えているシーンで映っている空港管制塔は、コロラド州デンバーにあったステープルトン国際空港である。しかし、このステープルトン国際空港は、その後、 1995年にデンバー国際空港に移転したために映画で使用された当時のターミナルや管制塔は取り壊された。演出このシーンは全体的に工場をイメージしたものであるが輸送機の射出座席や燃料切れ旅客機のあり得ない大爆発等と同様、ハーリンは前作のジョン・マクティアナン監督とは 対照的にリアリティを大胆に無視するのが作風の特徴である。しかし、本作の公開当時は、前作、ダイハードのリアリズムが人気を得ていたこともあって、本作の演出も現実的であると捉える観客が多かったらしく、本作の非現実性については、指摘する声は意外なほどなかったとハーリン自身がコメンタリーで10回している。重機について、 現在一般的に流通しているグロック17のプラスチック製部品には意図的に造影剤を混入しているため、この場合は検査装置にも移る。発売当初においては、こうした処理はされておらず、後に混入した製品へと仕様の変更がなされている。現実的な因果関係は別として、結果的にはこのセリフがグロック17の知名度を一躍高めることになった。もっとも、後に、 3D プリンターの登場により、プラスチックのみでできた、本当に検査装置に映らない銃も発明された。空砲の場合、発砲すると弾頭がないために実砲に比べると、瞬間的に火薬の燃焼ガスが銃口から抜けてしまい、連続作動に必要な圧力や反動が十分に、作動機構にかからない。空砲であっても先端には、 ワッツと呼ばれる薬莢の内容物がこぼれ出さないための詰め物があるか、先端を絞った形にして、ワッツの代わりにする構造にはなっており、完全に解放されているわけではないが、空砲用アダプターを装着しない場合、自動火器が継続的に作動する状態を維持することは難しい。このため、単純に実砲を空砲に変更しただけでは、一発目しか正常に発砲されない。 上述のような問題から、断層のみを交換して交互に、それも連続射撃を交えて発砲することは現実に、再現することは難しい。仮にアダプターを使用せずに可能だったとしても、実砲と空砲とでは、射撃時の反動が全く異なるため、警官であり、前作で MP5 の使用経験のあるマクレインが断層を確認するまで空砲と気がつかないというのは、考えにくい。なお、 空砲であっても、重口から噴射される高温の燃焼ガスは、近距離では人体を殺傷したり物品を破壊し得る十分な威力があり、前日の技が破片として、もしくは原型を保ったまま重口から飛散するため、作中のマクレームのように室内で人間に向かって至近距離で発砲することは、なお、現実の輸送機では、軍用用途のものであっても、 射出座席が装備されている例はほとんど存在していない。また投げ込まれている手榴弾も実際のものよりはるかに爆発までの時間が長い。科学的検証をこのシーンには演出過剰であるとして一部に批判の声もあった。しかし、フェデックス80便着陸失敗事故にある通り燃料現象における気化状態と考えれば辻褄合う。ただし、 燃料が気化して滞留しているなど、特定の条件を満たすと爆発することはあり得る。トリビア、ありがとうございます。